Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. One who does not kill, nor cause others to kill, who does not conquer, nor cause others to conquer, kindly towards all beings. He has enmity for none. Please stay with us to find out more.Today's program will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes, also known as Vietnamese, Bulgarian, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi,Russian, Spanish, and Thai. Listeners, の皆様、ようこそ。素晴らしい東京から梨紗子がご案内いたします。日本の友好的な人々は、皆様の高潔な思い、言葉と行いをありがたく存じます。ブッダまたはゴータマブッダは釈迦牟尼仏としても知られ、古代インドの偉大な霊性の指導者でした。紀元前5世紀にゴータマ・シッタールタ王子として誕生した彼は、本来王国の莫大な富を引き継ぐはずでした。しかし王子は霊的知識を求めて宮廷生活を離れました。数年にわたる瞑想探求の後、釈尊は菩提樹の下で偉大なる悟りを開きました。その後彼は修行の功徳を分かち合い、他の修行が死と転生の連鎖から脱出する方法を提供しました。釈尊の普遍の真理に関する霊的教義の豊かな宝は、今日に至るまでその深い知恵と慈悲により学ばれ崇敬されています。本日は仏教の聖典三蔵の中のブッダの尊い教えを、如是語経第一および第4週から抜粋して皆様と分かち合いたいと思います。如是語経第1週編、骨の山。世尊はこう言われた。ビクよ、サムサーラの中を一光の間走り続け、さまよい続けている一人の人間の骨格は、それを集める誰かがいたら、そしてその集めた骨格が壊されなかったら、ウェープンラサンと同じくらいたくさんの量の骨の山を築き上げるのに、一光の間に蓄積された一人の人間の骨は山のように積み上がるのに。その大将はそう言われた。その骨の山をマガダ国の要塞用土塁が築かれた領樹泉の峰の北にあるウェープンラサンと同じくらい大きいと言明された。だが人が完全なる知恵で四つの崇高な真理をあるがままによく見れば、苦しみ、苦しみの原因、苦しみの克服、そして苦しみから救済へと導く崇高な八正道、せいぜい7回単に走り続けたら、すべての拘束を壊すことにより人は苦しみを終わらせるのだ。如是語経第1週編、嘘をつくこと。世尊はこう言われた。ビクよ、言っておくが、一時において罪を犯す個人が何であろうと行わない悪行など決してない。その一時とは何か。これだ、ビクよ。故意に嘘をつくことだ。故意に嘘をついたり、一時において罪を犯したり、
来世を顧みない個人が行えない悪行など決してない。如是語経第一周編、与えること。世尊はこう言われた。ビクよ、私が知っているように人々が与え分かち合う成果を知っていたら、人々は分かち合わずして食べないし、さもしさという汚点が彼らに取り付き心に根付くことを許しはしないのに、分かち合うべき誰かがいたら、たとえそれが最後の一かけらでも最後の一口分でも分かち合わずしては食べないのに。だがビクよ、人々は私が知っているように与え分かち合う成果を知らないので、分かち合わずして食べ、さもしさという汚点が彼らに取り付き心に根付く。人々が知ってさえいればなあとその大将は言った。分かち合えば結果はかくも大きな実りとなり、喜びの心でさもしさという汚点を取り除いたなら、彼らは与えられるものを多くの実りにする聖人たちに十分に提供するのに、供物を受け取るのに最もふさわしいものにたくさんの食べ物を供物として与えたので、世主たちは人間の状態を離れるとすぐに天国に行く。天国に行ったら彼らは喜び、そこで幸福感を楽しみ、その利他的なものは寛大に他人と分かち合う成果を体験する。如是語経第一周編、慈愛の発言。世尊はこう言われた。ビクよ、来世の功徳を作らんがためのどんな理由があろうと、これらすべては慈愛という心の解脱の16分の1に及ばない。慈愛という心の解脱はそれらに勝り明るく眩しい光を放つ。ちょうどすべての星の輝きが月の輝きの16分の1にも及ばないように。だが月の輝きはそれらに勝り明るく眩しい光を放つ。たとえそうでも来世の功徳を作らんがためのどんな理由があろうと、これらすべては慈愛という心の解脱の16分の1に及ばない。ちょうど秋の梅雨の最後の一月に、空は晴れ渡り雲はなく、太陽は昇ると同時に宇宙の暗闇を払いのけ明るく眩しい光を放つように、たとえそうでも来世の功徳を作らんがためのどんな理由があろうと、これらすべては慈愛という心の解脱の16分の1に及ばない。そしてちょうどその夜に、黎明の瞬間に明けの明星が明るく眩しい光を放つように、たとえそうでも来世の功徳を作らんがためにはどんな理由があろうと、これらすべては慈愛という心の解脱の16分の1に及ばない。慈愛という心の解脱はそれらに勝り明るく眩しい光を放つ。執着の破壊を見ながら注意深く無限の慈愛を発言させる者には拘束は摩滅する。純粋さを損なわせることのない心で慈愛の思いを持つただ一つの存在を普及すれば、それにより彼は若干の功徳を作る。だが聖人は衆生に対して慈悲心を持つことで豊かな功徳を作る。一方、生き物でひしめく下界を征服した王室の先見者たちは他者を犠牲にしながら歩き回った。だがこの人たちはよく培った愛の心の16分の1さえも分かち合わない。ちょうど西軍全体が月の輝きで暗く曇っているように、他者を殺生しない者、つまり他者を殺すことがなく征服しない者は他者の征服を招かず、すべての人に親切で誰にも敵対しない。これも世尊に言われたことの意味だと、そのように私は聞いた。
聴者の皆様、本日の知恵の言葉にお付き合いいただき嬉しく思います。どうぞ来週の水曜も仏教の聖典三蔵より如是語経第1および第4週の後編をご覧ください。この後はアンコール、カンボジアの雄大なことを、注目すべきニュースのすぐ後にスプリームマスターテレビジョンでお送りします。御仏の神聖な愛と加護が常に皆様と共にありますように。 Peace loving viewers, it has been a pleasure to have you with us today on Words of Wisdom. Please join us again next Wednesday for part 2 of From the Holy Buddhist Tripitaka Itibutaka The Group of Ones and Fours. Coming up next is Angkor, Cambodia's ancient majestic city, right after noteworthy news here on Supreme Master Television. May Buddha's divine love and blessings be with you always. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/WOW. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/WOW. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/WOW. Nossos programas oferecem vários idiomas. Acesse suprememastertv.com/schedule e suprememastertv.com/WOW. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते हैं कई भाषाओं में। कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/WOW。我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/WOW。Rancangan kami menawal kampanye bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/keharapan-schedule dan suprememastertv.com/keharapan-WOW. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/WOW. Наша программа предлагает много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/WOW. Műsoraink sok nyelvet tartalmaznak. Kérjük, tekintse meg itt suprememastertv.com/schedule és suprememastertv.com/WOW.